雪村先輩、お疲れ様です。作業中のところ申し訳ないのですが、土方さんが広間に来てほしいそうです。悪いな、仕事中だってのに。さて、トシさん、呼ぶのはこれで全員かい？ああ、近藤さんは後から来る。雪村も来たことだし、話を始めるぞ。実はな、坂本龍馬が京に向かってるって噂が流れている。それがどうやら本人らしい。いつの間にやら薩摩から行方をくらましてたって話だ。これが他のやつだったら何かの見間違いじゃねえかって疑うところなんだが。あの坂本龍馬だからな。思いつきで突然京に来たとしてもないとは言い切れん。でだ、坂本を可愛がってる幕臣の勝阿波守から依頼が来てな。あいつがこの京で暗殺されねえようなんとかしてくれだとよ。以前坂本を京の町から逃がした時みたいにですか？ああ、この間の寺田屋事件で坂本は見回り組や伏見奉行所の連中に恨みを買ってるからな。でも幕府や会津、土佐のお偉いさんは前々から坂本に手を出すなって言ってるんだろ。だったら見回り組や奉行所の連中にもそう伝えりゃいいだけじゃねえか。上と現場の人間の思惑が食い違うってのはよくあることだ。特に伏見奉行所じゃ、前の事件では坂本が撃った銃の弾が原因で二人が死んでるからな。見つけたら捕まえるどころか殺しにかかってきてもおかしくねえ。いくら上からの命令があっても仲間の仇だもんな。そんな奴らに見逃せって言っても無理な話か。とはいえ中には上の命令に従う者もいるだろう。一応先方に通達だけはしておくべきじゃないかね。いや、そのような状況ではむしろ逆効果になりかねないかと。あれ？わからないの？
手を出すなという話は、つまり坂本が近くに来ていると触れ回っているようなものだ。そういうわけで、奉行所や他の奴らに坂本の一件は伝わってねえ。知られりゃ面倒なことになるからな。その前に坂本を見つけ出して、どうにかこの京から追い出してくれ。承知しました。切っちゃっていいなら行きますけど、逃がせって言うなら僕は留守番で。掃除、てめえはまたそういうことを。さすがに幹部総出で坂本を探し回る必要はないでしょう。豚所に残る人も必要だと思いますし。また坂本をうまいこと今日から逃がさなきゃならねえのか。なあ、俺たちって毎回すげえ貧乏くじ引いてるよな。奉行所は捕まえようとしてんのに、俺たちは逃がそうとしてるわけだしな。なんで同じ幕府の中だってのに、あいつのせいでゴタゴタしなきゃならねえんだ。ったく。しかも前にもこんなことあったし、なんかやる気が起きねえよな。だな、坂本に振り回されっぱなしってのが気に入らねえ。この間だって苦労して逃がしてやったってのによ。あいつがまた来て捕まっても、今度は自業自得ってやつじゃねえか。なあなあ、いっそ見なかったことにするってのはどうだ。見回り組や奉行所の奴らが先に見つけるのを待つとかさ。こらこら、新選組の立場上そういうわけにはいかないだろう。ああ、源さんの言う通りだ。依頼を失敗するわけにはいかねえ。ようやくこの新選組も幕府から認められて、給金も出るようになってるんだ。ここで勝や合図の面目を潰して不況を買ってもいいことはねえだろ。まあな、それで給金が出なくなっても困るけどさ。それに任務一つ果たせぬようでは、新選組の名に傷もつきかねん。ああ、よそからならともかく、今回の一件は会津公から直々に頼まれちまったんだからな。土方さんって相変わらず面倒事を引き受けてくるんですね。しょうがねえんだよ。新選組をでかくしていくためには必要なこった。民を守るのが新選組だもんな。坂本が向こうの民かは別としてよ。だな。だがそれをそうと、なんだって坂本のやつはこの時期に京に来てやがるんだ。何も考えてねえんじゃねえの。あいつ変なとこバカっぽいし。いや、それは考えにくい。命が狙われていると分かっていても、今日に来る理由があったのだろう。命よりも大事な理由って、例えばどんなのだよ。おそらくは、尊上老師との連絡や今日の情勢の確認ではないか。そんなの本人じゃなくたってできるだろう。山崎に島田、
坂本が今日に来る理由とか行きそうな場所とかわからねえのか。坂本はおそらく使い慣れた伏見を経由して今日に来ると思われます。そうなると宿泊するのは今日ではなく伏見ではないかと。けどこの間伏見の寺田屋で襲われたばかりだろう。なら伏見は使わねえんじゃねえか。確かに寺田屋には泊まらないかもしれませんが、船を使うならどの道伏見は通ります。それに新八の言う意見の裏を書いて再び寺田屋を利用するという手もあるな。はい、最悪前回と同じように伏見の薩摩藩邸に逃げ込むことや船で逃げることを考えると、やはり伏見のどこかに寝泊まりする可能性が高いかと。なるほどな。じゃあ今日に来る理由の方は。それが申し訳ないのですが、今のところつかめていないのです。伏見あたりで何か大きな動きがあるという話も聞いていませんし、あるのは祭りぐらいで。祭りか。捕まる可能性があるのに今日へ来る理由にしちゃ弱すぎだな。いや、あいつのことだしな。誰かと祭りに行く約束をしててわざわざ来たのかもしれないぜ。もしそれが本当ならバカすぎるだろ。そもそもあいつがそこまでして祭りに行きたいような相手なんて。千鶴、あいつと祭りに行く約束とかしてねえだろうな。平助にしてはいいところに目をつけたよね。俺にしてはってどういう意味だよ。ねえ土方さん、坂本ってもしかしてこの子に会いに来るんじゃないのかな。ないって言いたいところだが、あの坂本だからな。その可能性も捨てきれねえな。そんじゃ坂本を探しに伏見に行くのはまずは斉藤。はっ、承知しました。それから新八に平助、原田、お前らにも言ってもらう。分かったよ。どうせ断れねえんだろ。あんまりやる気は起きねえけど仕方ねえか。ついでに祭りも見物できるって割り切るしかねえな。伏見に行ってる間なんだが宿を手配してよ。多少の晩酌なら目をつぶってやるよ。本当かよ土方さん、今回は話がわかるじゃねえか。坂本探しはこの長倉新八に任せとけって。パッと見つけて今日から追い出してやるぜ。土方さん太っ腹だな。っていうか俺さ、最初っから行こうと思ってたんだよな。任せてくれよ。お前ら変わり身が早すぎだぜ。で、土方さん、俺はこの二人のお目付け役ってとこか。はあ、お前たちはバラバラにするより揃ってた方がいいと思ってな。酒は飲んでもいいがほどほどにしとけ。その分新八と平助のことをちゃんと見とけよ。わかった、任せといてくれ。まあ坂本を探す方が先決だけどな。で掃除、お前は豚書に留守番だ。へえ、
本当に留守番でいいんですか？万一坂本の目的が雪村に会うためならここに来るかもしれねえだろう。お前はその時の保険だ。はいはい、わかりました。坂本がこっちに来たら切っちゃえばいいんですね。バカ言うんじゃねえ、追い返すんだよ。いいな、わかってますって。それくらい。それから山崎と島田、お前たちは伏見とここの連絡を頼む。承知しました。わかりました。それと源さんも留守番を頼む。ああ、任されたとも。もしかして留守の責任は重大かね。ああ、今回の一件はここにいる以外の奴には知られないようにしておきて、伊藤たちのことをそれとなく見張っててくれ。分かってるよ。宗司や三男さんと協力してうまくやるさ。それから雪村、伏見に行ってくれねえか。坂本を探す人数は多けりゃ多い方がいい。お前はあいつを知っているうちの一人だからな。無用な心配だ。荒事があった時には俺も近くにいる。あんたに来てほしいのは少しでも人手が欲しいという副長のお考えだ。それに坂本は神出鬼没だが、あんたには心を許して幾度か接触してきているからな。坂本が行きそうな場所なども我々よりあんたの方が気づきやすいはずだ。じゃあ雪村、お前も頼む。坂本の方からお前に接触をしてくる可能性もあるから。静かにしろ。誰か来る。みなどうかね。かつ阿波守からの依頼は果たせそうか。会議中のところ失礼します。なんだ、勇さんたちじゃないか。びっくりさせないでくれ。今ちょうど方針が決まったところだ。なんとかやってみるさ。そうか、いろいろ無茶な頼みばかりだが、皆もよろしく頼む。心配しなくて大丈夫ですよ、近藤さん。坂本の追放ぐらい朝飯前ですから。はは、掃除にも期待してるぞ。ところで今更なんだが、都市に頼みがあったな。実は今回の一件に相馬君と野村君を加えてほしいんだ。は？こいつらを？いや、都市の懸念は分かっている。二人は坂本の顔も知らないし足を引っ張るかもしれん。だが
経験を得るための良い機会だと思うんだが、どうかな。副長、どうかよろしくお願いします。俺も野村も未熟は承知の上です。人でも足りないと聞きましたし、俺たちでも何かの役には立てると思います。別にいいんじゃねえの。伏見とは少し距離もあるし、いざって時の連絡係は必要だろう。さらに千鶴の事情も知ってるやつとなると、ある程度限られるしな。仕方ねえな斉藤、悪いが。分かっています。現場では俺が責任を持って面倒を見ます。よし、分かった。近藤さん、経験を積ませてのも確かだしな。この二人は今回の一件に加える。だが伏見にやるのは一人だけだ。もう一人はこっちで待機だ。ああ、それでいいと思う。ありがとう、トシ。相馬くんも野村くんも頑張ってくれよ。はい、皆さんのご期待に応えられるよう頑張りますので、よろしくお願いします。任せてくださいよ。連絡係でも雑用でもしますんで。それじゃ相馬と野村のことは一旦山崎と島田に任せる。はい、承知しました。わかりました。山崎さん、俺と野村のどちらかが伏見と聞きましたが、具体的にはどのように。君たちの仕事は連絡係だ。伏見に一人、この豚所に一人を配置し、何かあればもう片方に連絡する。互いの場所を行き来することになる。かなり足を使う仕事になるぞ。なるほど、承知しました。では君たちに最初の仕事を頼みたい。伏見で皆さんが寝泊まりする宿の手配をしてもらおう。それだったら任せてください。ちゃんと立派な宿を手配しますから。バカ、俺たちは人探しに行くんだから、目立たない宿に決まってるだろう。ああ、俺たちは宿の手配のために皆さんより先に出るからな。それと伏見は水路の方が便利だから、移動や見張りのために船も用意してくれ。なんだかすげえ秘密の仕事っぽいな。本当に分かってるのか野村。実際に秘密裏の仕事なんだぞ。ああ、その通りだ。常に緊張を持って仕事に当たってくれ。俺たちの働き次第で他の方々がそれだけ動きやすくなるからな。頼んだぞ、二人とも。はい。さて、新八、原田、平助、お前らも準備が整い次第向かってくれ。斉藤は雪村を伏見まで頼む。向こうでも一人にさせる。承知しました。お任せください。みんな気をつけて行ってくるんだよ。私たちはきちんと留守を預かろう。万一坂本がこっちに来たら、きっちりと追い返しておくから安心していいよ。よし、んじゃあ行動開始だ。各自抜かるんじゃねえぞ。はい。今
ここで何やら重要な会議が行われていたようですが、なぜ私を呼んでくださらないのですか？おう、武田か。伊藤さんたちと一緒だったんじゃねえのか。いつも伊藤参謀と一緒にいるわけではありません。こう見えて私はいつも近藤局長の役に立とうと思っているのです。伊藤参謀に近づいているのも、元を正せば近藤局長のため、この新選組のためなのです。それよりも副長、伏見で何かあるのですか？何やらそんな言葉が漏れ聞こえた気がしたのですが。なあ、伏見の祭りに近藤さんが興味あるらしくてな。知ってる奴がいねえか聞いてたんだ。伏見の祭りですか。では私も調べておきましょう。詳しく分かりましたら近藤局長へ知らせに行きますので、よろしくお伝えください。ああ、頼んだぜ。だと一部だけだ。だが油断も何もあったもんじゃねえな。あいつは伊藤一派に取り入ろうとして失敗しててな。またこっちに鞍替えしようとして何か手柄を狙ってるんだろう。伏見で何かあるって気づいたかもしれねえ。厄介な奴に目をつけられたな。おい、雪村、伏見に行く連中に問え。武田が伏見に行くかもってな。奴のことはこっちでも見張っとく。いなくなったらすぐに連絡するから。いいな。あんたをここまで無事に連れてくるのが俺の任務の一つだ。問題ない。それにこれから一日歩き通しになる。今無理をして疲れても困るからな。安心しろ。手配した宿に目印があるはず。俺たちだけに分かる特別な合図を出しているはずだ。おそらく間違いないだろう。だがこの宿はいささか豪華すぎる。それにあの合図は。
そうだな。やはりここで間違いなかったというわけか。お、二人ともようやく来たのか。待ちくたびれたぜ。大丈夫だって。俺たちもちょうどどうするか話してたところだしよ。さて、じゃあこれで全員が揃ったってわけだな。千鶴も疲れたろ。お茶でも飲んで足を休めとけよ。さて、捜索の話に入る前に、まずは聞きたいことがある。この宿を選んだのは誰なのだ？それとあの合図を作ったのは誰だ？申し訳ありません。実は俺が。いえ、相馬のせいではありません。どちらも用意したのは野村なので。はい、俺と野村は拠点となる宿を手配するために先に来たんですが、気づいた時には野村が。幹部の皆さんが寝泊まりする宿だし、妥協は許されねえよな。立派なところを選んでおいたぜ。それに俺たちでなきゃわからねえ秘密の合図って言えばあれだろ。じゃあ豚所に戻って待機してるから、後のことは頼んだぜ。すみません、隠密行動だと何度も言ったんですが、その後手配を撤回しようとしている間に長倉さんたちが到着してしまい。申し訳ありません、斉藤さん。いや、構わぬ。ひどく寂れた宿に我々が入っても、それはそれで悪目立ちするからな。ああ、野村が選んだ割にはいい宿だし、俺は気に入ったぜ。つうか、新八っちゃんが気に入ったのはこの宿で飲める酒だろ。いささか豪華だとは思うが、要は俺たちが新選組だとバレなきゃいいんだろ。ではこの宿を坂本探しの拠点としよう。山崎、お前はこの後どうするんだ？皆さんとは別行動を取ろうかと。奉行所や見回り組の動きを監視し、何かあれば知らせる予定です。そういえば雪村、副長から伝言を預かっていたな。皆も揃っている。伝えるといい。武田さんが来るかもしれねえって本当かよ。ただでさえ忙しいってのに、めんどくさいことになったな。だが来ると決まったわけではないし、向こうで姿が消えれば連絡が来る。そんじゃ、もしこっちであったら、俺たちは伏見の祭り見物に来たってことにしとこうぜ。ああ、それでいいぜ。それじゃ、坂本探しをどうするか、改めて相談するか。
ああ、名付けて一本釣り作戦。坂本を釣るのに一番いい作戦だぜ。まず寺田屋に坂本宛の手紙を残すんだ。伏見の祭りに来てますとか書いてな。でもって千鶴ちゃん目当てにのこのこ寄ってきた坂本をみんなで捕まえるってわけだ。ちょっと待てよ、そんなの聞いてないぜ。俺は反対だからな。つうかさ、いつも言われてるだろ、千鶴のことは守れってさ。おとりにするとか本末転倒じゃねえか。いいじゃねえか、敵へのおとりにするわけじゃねえし。俺も反対だ。俺は直々に雪村のことを頼むと副長から言われているからな。まあ俺も最初は斉藤の言う通り反対だったんだ。なんだよ、まさか佐野さんも賛成とか言うんじゃねえだろうな。まあ聞けって。実際考えてみりゃ坂本がこいつに危害を加えたことはねえんだよ。俺たちの目的は坂本を他の奴らより先に見つけることだろう。ならこの作戦もありかって思うとこもある。さすが佐野、分かってるじゃねえか。うるせえ、調子に乗んな。てめえは絶対そこまで考えてなかったろ。それにいくら有効だっつってもやるかどうかは千鶴次第だからな。山崎と相馬はどう思う？俺は正直驚きました。随分と思い切った作戦かと。しかし確かに隠れた坂本を探すよりおびき寄せる方が早いかもしれません。推奨はしませんが、この作戦の有効性は否定できないかと。俺はどちらかというと反対です。こちらが監視さえしていれば雪村先輩の危険はさほどないように思えますけど、女性をおとりにするという作戦を俺たち新選組がしていいのかどうか。そうだそうだ、よく言った相馬。千鶴をおとりとかやっぱりダメだろな、はじめくん。確かに俺も反対していたが、副長は何としてでも坂本を見つけ出せと言っていたからな。俺にはこれで坂本が出てくるとも思えねえんだけどな。となると今のところ賛成と反対が同数ってわけか。雪村、当事者のあんたとしてはこのおとり作戦をどう思う？本当にいいのか。おそらく危険性は低いとはいえ、絶対に安全とは言い切れぬぞ。本当に大丈夫ですか？では、俺はこれから奉行所を確認しつつ、伏見の町の中を探索してきます。何かあればお伝えしますので、皆さんは坂本をよろしくお願いします。
礼いたします。頼まれたものをお持ちしました。頼まれたもの？誰か何か注文でもしてたのか？晩酌の酒なら帰ってきた後で構わねえぞ。おかみ、すまぬが、それは誰が頼んだものだ？石田薬右衛門様のご注文ですが。野村か。野村だな。もっとまともな偽名を思いつかなかったのか、あいつは。ああ、その、おかみ、その注文とは一体？あ、浴衣でございますよ。浴衣だ？ここは温泉ってわけじゃねえし、なんで浴衣なんだ？それはもう、祭り用の浴衣に決まっております。一着は女性用と受けたまわっております。ぜひお着替えください。遊びじゃあるまいし、あいつは何を考えてるんだ。いや、これは存外悪くない。我らは京で名が知られているし、姿を変えるのは有効だろう。確かにな。仮に見回り組あたりに見つかったとしても、個人で遊びに来ている風を装えれば、こっちの狙いは気づかれにくいしな。この宿といい、合図といい、そして今度は浴衣か。野村もいい仕事してくれるぜ。そういうものですか。まさか野村、そこまで計算して。いや、どう考えても違うだろう。結果的にそうなってるだけで。雪村先輩はどうしますか？女性物もあるようですが。そこは心配しなくていい。我らも固まって行動するわけではないからな。街中に溶け込むって意味なら、お前が男物の浴衣を着る方が違和感があると思うぜ。こんな時ぐらい女の格好してても罰は当たらねえさ。ではそれぞれ浴衣に着替えたら作戦を開始するぞ。おいつでもいいぜ。別の目的があるとはいえ、やっぱ祭りってのは心が浮き立つよな。だな。仕事はさっさと終わらせてゆっくり見て回ろうじゃねえか。その後はキュッと晩酌だな。今回は土方さんの許可ももらってるしよ。まずは坂本を見つけてからですね。すぐに見つかるといいんですが。雪村、これから我らも全力で務めを果たすつもりだが、坂本を探す上ではあんたの存在が鍵となると思う。頼んだぞ。
そうか。ありがとうよ。それで問題はない。我々は祭りに来たということになっているからな。しかし俺たちは着替えただけって感じだが、お前は故障から町娘の姿が。しっかり可愛らしい町娘になって、なんか新鮮な感じがするぜ。佐野、雪村をからかうのはその辺にしておけ。別にからかったわけじゃねえよ。素直にそう思ったから言ったまでさ。斉藤こそせっかく似合ってるって言われたんだから、少しは相手も褒めたらどうだ。称賛とは誰かに言われてするものではあるまい。しかし浴衣というのは。どうかしたのか。この着物の軽さというか薄さが切り合いになったとき、いささか心もとないと思ってな。足運びも相手に蹴取られやすい。慎重な立ち合いが必要となるだろう。まあ斉藤らしいといえば斉藤らしい感想だな。さて、準備ができたところで早速行くとするか。ああそうだぜ、カゴや馬を使うより安いし楽だしな。ん？もちろん。そうしねえと船が行ったっきりで戻ってこられねえじゃねえか。あんたはどうやら船は川の流れの方向にしか進めぬものと思っているようだな。淀川を行き来する船は下るときはお前の言う通り川の流れを利用するんだが、川を上るときは人が綱を引いて引っ張るんだよ。そういうこと。
あ、完璧には難しいけどな。大坂から来る人を乗せた三十国船は船体がでかいから同じところを通る。その船を近くから見張れば坂本に当たる可能性はそう低くね。ああ、船客は人数が多いからな。俺と佐野の二人だけで見ても見落とすかもしれん。だからあんたにもしっかりと坂本探しを手伝ってもらうつもりだ。野村が手配した船がこの辺りにあるはずなんだが。あなた方は石田三役の方ですか？俺が石田三役だ。船はどこにある？はい、ご案内いたします。こちらへ。探しでもしろってか。こいつはダメだろ。目立たねえように行動するどころか、どう考えても人目を引いちまう。船頭、すまぬがこれの他に船はないのか？これではなく別の船ですか？もう少し小さく目立たぬ船がいい。では、この船の解約金をいただけますか？はあ？解約金だと？ええ、この屋形船には酒なども用意してましたし、それらの分を払ってもらえるのなら他の船を探してみますが、いかがいたしましょうか？それと、野村様からは後払いと聞いておりましたし。おいおい、船を変えるだけじゃねえか。酒の代金はまだしも、なんだって乗らない船の金も払わなきゃならねえんだ。あんたたちのやり方はあるのだろうが、そこを曲げて頼めないだろうか。言われましても、まずはお題を。何をもめ言うか知らんけんど、無茶な言いがかりはやめちょきや。何が無茶なもんか。こっちは乗ってもいない船の代金を。お前、坂本龍馬か？そういうおまんらは新選組かい。どこのならず者かと思うたぜよ。ちゅうか、おい、どういておまんらが伏見におるがな？ん？いや、ちょっと待ちよ。おまんらがおるちゅうことは、そこの娘は。やっぱり千鶴か。
すごい偶然やにゃ。約束もしちゃせんのにこんなところで会えるらてよ。こういう側を運命ち言うがかもしれんにゃ。それに浴衣姿も似合うちゅうぜよ。俺に会うためにわざわざ着替えてきたがかい。いやーまあちっくと野暮用があってね。お前のその野暮用とやらで俺たちは迷惑してるんだよ。言いたいことは山ほどあるが、ここで会えたのは行幸だった。こちらの話を進めさせてもらおう。俺に話があるがか。実は勝阿波守の依頼で俺たちはあんたを探していた。ああ、勝先生の依頼でかい。勝手に出てきた側は確かに悪かった。勝先生が勝手に頼んだらしいけど、おまんらにも迷惑かけてしもうたね。ずいぶんと師匠じゃねえか。拍子抜けしちまうぜ。おいおい、俺たち自分の非を認めるバーの度量はあるつもりぜよ。そんなことになっちゅうとはちっとも知らんかったしにゃ。ほんならさっさと帰るとするかい。本当はせっかく会えたおまんとゆっくりしおりたかったがやけど、この伏見じゃ俺のような有名人は長いができんようになっちゅうらしい。困ったもんぜよ。我々としては帰ってくれるなら願ったり叶ったりなのだが、あんたがわざわざ危険を冒してまでここに来た用事はいいのか。まあそいつはもう終わったき、心配せんでかまん。またにゃ、千鶴。今度は今日の方に会いに行くけよ。来なくていいぜ。トンショに来たら今度こそとっ捕まえてやるからよ。やれるもんならやってみんや。ほんならにゃ、新選組。予想外ではあったが、どうやら一件落着したようだな。ああ、伏見まで来て坂本を見つけられなかったらどうなるかと思ってたが、土方さんもこれで一安心だろうよ。経緯を新八や平助にも伝えに行かねばならないが、問題はもう一つある。ああ、ここの屋形船の始末が残ってたよな。どうする。
屋形船の楽しみとなるとやっぱり酒飲んで月をめでるとかそういうのが風流なんじゃねえか。お、そいつは名案だ。金も酒も無駄にしないで済むってもんだぜ。その申し出は嬉しいんだが、お前だけ働かせて酒を飲んでるわけにはいかねえだろう。俺が行ってくるからよ。お前はここで休んでろって。皆のところには俺が行こう。さすがに雪村を一人で行かせるのは何かあっても困るからな。佐野、あんたはここで雪村を見ていてやってくれ。酒も少しならば構わぬ。一人で行っちまいやがった。ここはありがたくのんびり待たせてもらうとするか。土方さんに斎藤って頭の固い二人のお墨付きで酒が飲めるなんてめったにねえからな。最高だな。輝く月に涼しい川、綺麗な娘、これだけのもんが揃った酒の席が最高じゃないわけねえだろ。お世辞じゃねえよ。街行く娘たちが霞んで見えるようなとびきりの浴衣姿だ。そんなお前を見納めなのが残念でしょうがねえけどな。おう、なんだ？何度もそう言ってんだろう。酒の席だからじゃないぜ。なんだ、軽口かと思ったのか？心配すんなって。そもそも男の格好をしててもやっぱりお前は女の子だしな。うまく伝えられねえが、包み込むような優しさというか包容力って言えばいいのか。普段トンショにいる時でもお前からはそういうものを感じるんだよ。
来てないから言ってるんだよ。なんてな。今日のお前は特に綺麗だったから少し口が回ってるのかもな。まあ、あいつらが来るまでもう少しだ。それまではこうして二人でな。今日もうまい飯をありがとうよ。新八たちとちょっと飲んでくるから晩飯はいらねえんだが。なんか言ったか？まあ、ともあれありがとうよ。そんじゃ巡察に行ってくるぜ。